ジョルジアン・ダニエルでアラスカへタ・ベネデッティは、ウルグアイ・リオネグロ・ケン・ヌエボ、ベルリン出身のサッカー選手。カンピオナーとブラジレイロ・セリエー・フラメンを所属。ウルグアイ代表。ポジションはミッドフィールダー。ウルグアイ屈指の強豪クラブ、ディフェンソール・スポルティングの下部組織。2012年10月、18歳の誕生日から4ヶ月後に、トップチームデビューを果たした。 2013年のクラウス裏ラではチームの主力として優勝に貢献したが年間優勝チームを決めるプレイオフでペニャロールに敗れた2014年のコパリベルタドーレスでは4強入りを果たした2015年1月ブラジルのクルゼーロイーシーに移籍2019年1月12日 CR フラメンゴに移籍した契約期間は2023年末まで 各年代において、ウルグアイ代表でプレー 2013FIFAU-20 ワールドカップでは2得点を上げ準優勝に貢献した。2014年9月、韓国代表とのフレンドリーマッチでフル代表デビュー。この試合唯一の得点となるホセヒメネスのゴールをアシストした。コパアメリカ2015では、ディエゴ・フォルランから背番号10を受けずに大会に臨んだ。 6月6日、グアテマラ代表との大会前、親善試合で代表初ゴール。2018年5月、2018FIFA ワールドカップに向けた暫定登録メンバー26人の1人に選ばれた。国際 A マッチ21試合に得点。ありがとうございます。